1年前の今日、12月23日、東京の本社から部長、課長、パシリの俺、3人で九州の支社に叱咤激励をするために向かった。羽田から飛行機に乗ったのが確か、午前10時ちょい過ぎ。福岡空港に着いたのが11時30分ぐらい。空港から地下鉄に乗り博多駅に着いたのが、11時45分ぐらいで、博多駅から会社まで歩いて3分ぐらい。会社に着いてスタッフに迎えられ、一連の挨拶を終えるとトイレに行きたくなり、早々とうんちょすを済ましトイレを出ると、なぜか本社にいる。なんで、白昼夢、時計を見ると0時15分。意味がわからなくボケーっと見回していたら、同じ科の女の子が、あれ、〇〇さん、今日九州じゃないんですか？あ、やっぱりここ東京だよね。夢じゃない。急いで携帯で部長に連絡。部長、今ですね、私トイレに行きましたよね。トイレを出ましたら、なぜか本社にいるんです。部長爆笑。課長が電話口に出て、何言ってるんだ、髪がないのか。いや、なんと申したらいいのかわからないんですが、東京にいるんですよ。声のトーンでシャレじゃないことを分かってくれた課長がすぐさまトイレを見に行き、俺がいないのを確認して一度電話を切る。本社の社長室に急いで行くようにと言われた。社長室に震えながら行くと、社長も目を丸くして、何があったか教えてくれと言われ、俺は震えながら説明した。何時の飛行機に乗り、支社に着いたのが何時でしたと。トイレから出るとなぜか本社にと説明すると、社長爆笑。俺震え止まらず、社長曰く、人間生きてると不思議なことがあるんだな。荷物は送ってもらえばいいから、今日の夜予定ないだろう、一緒に飲みに行こうと言われ、また震えた。その晩、生まれて初めて銀座に連れて行かれて、格好のネタにされた。ちなみに今年の新年会の挨拶やらなんやらを一手に引き受けさせられ、社内でははアップさんとあだ名がついた。平平ボンボン生きてきた俺の唯一の不思議体験です。とても不思議な体験談でしたね。投稿者さんの軽快な文体がクスッと笑いを誘いますが、内容はとても不思議で私も好きな話です。もしかしたらこのような謎の転移現象が実在するのかもしれませんね。ということで今回のお話はおしまいです。このような感じで読みチャンネルではちょっと不思議なお話を紹介していきます。よかったらチャンネル登録といいねボタンをお願いいたします。またご意見ご感想をコメント欄にご記入いただけると幸いです。以上、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。